はーい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話もなんですけど、フェミニストの2頭さんがね、運営する支援団体コラボの会計疑惑に関係している、まあ、今回ちょっとね、アナザーストーリー的な話なんですけど、えー、別のところでこの関係している話の人が炎上しちゃってるんですよ。また他のフェミニストの人がね。まあ、それについてね、リクエストがめちゃめちゃ多かったんで、お話していきたいんですけど、一体何のことかというと、 今2頭有名なさんは低層、えー、記者会見を。 行ったりもして、提訴しますよとかって、今、暇づらしと、まあ、バトルしてる状態になるわけなんですけど、その間にですね、こんなものが立ち上がったわけなんですよね。えー、コラボと二頭夢野さんを支える会っていうものが立ち上がったわけなんですよ。で、元光先日の動画では、あの、この会に入ってた人が、もう速攻で逮捕されてしまうっていう話をしたんですけど、この会を立ち上げた人っていうのも、めちゃめちゃ今炎上しちゃってるんですよ。えー、この会を立ち上げた発起人とも。 言える人がこの方なんんですけど北原実さんこの人もフェミニストでコラボと2頭夢めのさんを支える会を呼びかけたところっていうことでこの人からこの「支える会」ってスタートしてるんですよね。ただこの人は今大炎上してるんですよ。 その行動がやばすぎて、訴えられたり、告訴されたりするんじゃねえのかっていう話にもなってるんで、まあ、その件についてね、今回は見ていこうかなと思います。ちょっとアナザーストーリーみたいな、ただ、がっつり2等さんのコラボとも関係があったりするんでね、そこらへん見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは、ジジニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ、今回話がちょっとずれてるんでえ、こちらの記事を見ながら進めていこうと思うんですけど、全く別のね、登場 人物たちがいいるんでねねそこら辺も、ね、お話していきます草津町長からの性被害、訴えた電子書籍、著者が誤報を認める、町長に謝罪、販売打ち切りへていうことで、まあ、このタイトルだけだとちょっと分かりづらいんでね、ねちょこちょこ補足しながら、えー、お話ししていこうと思うんですけど、元草津町議の荒、えー、井陽子氏。 が町長調室で黒岩町長から性被害をあったとして、えー、電子書籍で訴えたことをめぐり著者のフリーライター飯塚氏が12月7日自身のブログで謝罪書声明書を発表ということでこれどういうことかというとこちら荒井陽子氏、まあ、こちらの方がこの方なんですけど荒井陽子氏がこちらの黒岩町長 黒岩町長から性被害を受けたって、まあ、セクハラみたいな話ですよね、え性被害を受けたっていうことを言って、かつその話をこのフリーライターの飯塚さんって人がこんな本にまとめて、草津温泉の闇だっていうことでね、草津町長はひどいんだみたいなことを書いてたわけなんですよ。ただ、その話が実は本当じゃなかったということなんですよね。 えーってだからこの、えー、フリーライターの飯塚氏は謝罪声明書を発表してるわけなんですよ。どんな声明書かというと2019年に執筆、えー、公開した電子書籍草津温泉漆黒の闇5の記事に誤報があり販売を打ち切ると明らかにした合わせて黒岩町長に謝罪の意を表明したということでこんなセクハラというか、まあ、性被害はやってなかったということを、えー、認めるんですよ。えー、どういうういい内容かっていうと飯塚氏は記事内 関連の前提となった情報について大きな誤りがあり記事が誤報だと判断せざるを得ないことが判明いたしましたとしているということでこの新井さんが、えー、性被害に遭ったとっいうことを何かしら、まあ、そういった資料を、えー、受け取ってですね情報を受け取って、うん、これを客観的に見たら いや、これ嘘だなって飯塚氏は判断したということなんですよね。えー、朝日新聞などによると荒井氏は2022年10月31日電子書籍を公表して黒岩町長の名誉を傷つけたほか性被害を受けたとする虚偽の内容の告訴をしたとして名誉毀損と虚偽告訴の罪で前橋地検に在宅起訴されているって。 いうことでまあ、要するに、この荒井氏が黒岩町長から、えー、性被害を受けてたって声を上げてたわけなんですけど、それが嘘だっていうことでね、えー、起訴されてるわけなんですよ。で、えー、検察がこうやって起訴する、しかも、すごく大問題になったこの話で起訴されるってことは、それなりにね、証拠をね、掴んだ上でやってると思うんですよ。検察がやるってことは、ほぼほぼこれで確定だって言えるところまでいってるんだと思うんですけど、まあ、確定はまだしてないですけど、 在宅起訴されてるんですよ。うん、で、まあ、その内容とかが、えー、まあ、飯塚さんにも少し渡って、その内容を見た結果、ええー、飯塚氏はね、あ、やっぱ違うな。 これは荒井氏が嘘を言ってるなって判断したからこうやって謝罪をしてるわけなんですよねまあ要するに冤罪みたいな状態になってたわけなんですよそして、えー、飯塚氏も名誉毀損の罪で10月31日付けて在宅起訴されているそうその上でね謝罪をしてるわけなんですよね飯塚氏はで飯塚氏は謝罪声明書で前橋地方検察庁より開示された証拠資料によると情報提供者が証拠を改ざんし虚偽の情報を提供していたと理解せざるを得ませんと説明 っていうことで新井さんが何かしら虚偽のことを言ってると判断したんですよね。 ただこう具体的な内容については現在も刑事、民事ともに裁判の係争中として明言を避けたと詳しいことは言えないよとただ私は折れますごめんなさいっていう風なことを、ねえー、表明しているわけですねそして電子書籍をめぐっては黒岩町長が自身の名誉が傷つけられたなどとして荒井氏と飯塚氏らに慰謝料4400万円の損害賠償を求めて提訴しており前橋地裁で係争中ということなんですよね。めちゃめちちゃゃ家族とかにも被害 が言ってたらしいんでまあ、そりゃそうだよね町長がなんか性被害とかのなんか加害者になってるって言われたらそりゃいろんなところに影響出るよねそしてそれが冤罪だったってなったら慰謝料4,400万円の損害賠償を求めてもおかしくはないんじゃないのかなとは元とは思いますけどただ え、でもなんかちょっと本題とずれちゃったよね。本光は北原みどりさんの話をしようって言ってたのに、この中で登場人物全然出てこないんですよね。一体これがどういうふうに関わってくるのかというと、こちらのツイートなんですよね。一般社団法人のスプリングっていうところがね、こんな感じでツイートしてて、タグでね、セカンドレイプの街、草津だっていうことを書いてて、リコールの撤回を求めますっていうことでね、これいろいろさっきのね、性被害の話で、いろいろと、え、それ本当、嘘とかで、いろいろな話があって、 あった結果、新井氏があのリコールされてたんですよ、えー。性被害を訴えた側の女性の方がね、えー、リコールを。 えー、受けけけててたわけなんですすどそれをを撤回を求めますってフラワーデモが開催されました被害者の声を封じるリコールはおかしいっていうことで言ってたわけなんですよでしかもタグ付けでねセカンドレイプの街草津とかってめちゃめちゃひどいタグを付けたりもしてるんですよねこういう活動をしている、えー、一般社団法人のスプリングがあったわけなんですけどじゃあこのスプリングの、えー、このねフラワーデモの発起人っていうのは誰ってなったら北原みのりさんなんですよここにも書いて この方ねこの真ん中の方が北原みのりさんになるんですけど、まあ、この人がこういうタグ付けしてねこんなデモをしてたわけなんですよ、まあ、そういうことをしてる間に新井さんんの採択基礎が行わわれたわけなんですよだからまあほぼほぼやばいんじゃねえのか嘘言ってたんじゃねえのかっていう話になってきたんですけど未だにこの北原みのりさんは一切謝ってないんですよねこんなひどいタグ付けしてから セカンドレイプの街草津とかまで言ってるわけなんですよ。はあって。 でねまあその言い分がですね、こちらになるんですけどね、起訴イコール有罪でしょうかって、まだ確定はしてないよねっていう言い分なんですよね。荒井陽子さんの裁判の行方はしっかり見守っていきます。私も事実を知りたいですということで、まあ確定ではないですけど、まあほぼほぼ嘘なんじゃないかっていうところまでね、進んできてるわけなんですよ。まあ、なので、少なくとも、これは言い過ぎだろうっていうのを一回謝るべきじゃないのかなと、音光は思うんですけどね。セカンドレイプの というのはちょっと言い過ぎたっていうぐらい謝罪すればいいのに全然謝罪してない状況になるんですよね。まあそんなこの北原みのりさんが立ち上げたのがこちらなんですよ。二と夢の沙をさえる会を立ち上げたわけなんですよね。マジかよって。そしてこの北原みのりさんね、他にも関わりがあってですね、えこちら、ひま空あかれさんで、ね、今話題になっている暇空あかれさんがこういうこと言ってるよっわけなんですよ。明日起きたら生きてるかわかんないから資料全部目を通 してたんですね断言しますっていうことでパップスと若くそプロジェクトとボンドは完全にペーパーカンパニーですっていうことで今東京都が委託してる若年被害女性の支援プロジェクト の、えーまあ、委託業者4つの会社のうちの3つは、えー、なんとねペーパーカンパニーだーっていうことを、ね、断言してるんですよねもちろんこれだけだと証拠があるわけではないんで100%信用はできないですけど名誉毀損でも何でも来い真実を証明できる資料があるそれで1億5000万円抜いてますっていうことでひまぞらあかれさんはこれぐらいのことを、ね、断言してるわけなんですよそしてその中のこの PUPS っていう NPO 法人があるわけなんです ですけどここの。 パップスの、えー、副理事を務めてるのが北原みのりさんなんですよ。まあ、ここで、えっ、ー、とね、このツイッターアカウントって、まあこ、そっち側、フェミニスト側のこのツイートになるわけなんで、まあ、これはね、ほぼ間違いない。北原みのりさんがね、副理事長をパップ s でやってるっていうのは間違いないんですけど、なぜかね、パップスのホームページには、北原みのりさんのね、えー、名前がないんですよ。なんでって。でも、記事とかにもなってたりするんで、まあ、北原みのりさんが副理事を務めてる

内容を表してくるのか今後のねひまぞらさんのねひまぞら氏の,あのこの動向を見てったらなんとなく分かってくるのかもしれないですよねでしかもですねあの、まあ、発足したのはいいんですけど北原みのりさんね2021年2月25日の時点であの草津町からこういう風にね、あのー、書面が出ててね当職は草津町より広報人として草津町に対する論評等が各種通信媒体を介して表明されている問題に について法律上の問題点の有無等に関する法律関係調査の委託を受けました草津省としては表明されている論評等を真摯に受け止めた上で今後の庁議会運営あるいは調整に取り入れる上で法律上の問題点の有無等について検討させていただく所存ですということで2021年の時点で草津省から北原実さんに対して法的にねあなたの言ってくることおかしいよっていうような意見とかも出てたりするんですよなので まあ今後ね新井さんであったり飯塚さんへの、まあ、そういった訴訟っていうのはもうやってるわけなんですけど今後北原さんに対しても何かしら追及が来る可能性ってあるわけなんですよね、まあ、要するにコラボを支える会の発起人の北原みどりさんは、まああのね、間違ったことを鵜呑みにしていたとはいえこういったひどいタグをつけたりして、えー、こう活動を行った上でその後謝罪もしない人なんですよ。 やべーってなるんですけど <laughs> でちなみになんですけどねじゃあコラボの支える会についてのコメントメッセージ何書いてるのかって少し見ようと思うんですけど悪意ある誹謗中傷がなぜ困難を抱える女性たちとその支援者に向かうのだろうその背景には何があるのだろう私自身がこの社会で苦しんできたことの根源がここにあるように感じています。 なぜ私たちの活動はこれほどまで叩かれなければいけないのかっていうことで、まあ、さっきの話の例で出すといや自分が勘違いしてひどい言葉を世の中に投げかけてるからでしょ、まあ、世の中というより草津町の町長に対して投げかけてるわけですよ。うそれについて謝りもしないんだよ。 自分が悪いじゃんだって。なぜ私たちの活動はこれほどまで戦えなければいけないのか。この訴訟は、二刀ゆめろさんとコラボの活動を守るのものであると同時に、私たちの社会がこれ以上壊れないために必要な戦いです。<laughs> いや自分が悪いんだよ。自分が悪いのに、まあ、なぜか周りのせいにして、えー、私たちの権利を、えー、守るための戦いだとかって言ってるわけなんですよね。もうちょっとむちゃくちゃだよ。 北原みのりさん。マジでちょっとびっくりしたんですけど。ということで、ネットの意見もね、見ていこうかなと思うんですけど、北原みのりさん、草津の件は完全に後に引けなくなってて、すごいことになっとるな言いすぎました。すみませんも言えないのかなって。ほんとそうですね。謝ればいいじゃんって。さすがに言いすぎてるでしょ。間違った情報を信じちゃいました。ごめんなさいでいいんじゃないのかなと思います。まあ、もちろんそれだけでは済まないかもしれないけど、普通、その行動に出るよね。 まあ、こちらもいいいねねさせていただきます、ね、あ元もねツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、他には、えー、もうこれ室井さんで、ね、すっかり敵認定されてるみたいだけど、私は過ちは誰にでもあると言っています。それを認めないと悲劇は繰り返されてしまう。そんなの誰にとっても良くない。勇気を持って声を上げた女性の信憑性まで疑われてしまうということで、そうなのよ。 あの声を上げづらくなっちゃうよ。こういうことでね。えー、ごめんなさい言えないんであれば声を上げる、えー。声を上げる女性の口を塞ごうとするな。私を含めて。っていうことで、間違えたな。間違えたって言って、ごめんなさいって認めなさい。っていうことで言ってるわけなんですよね。こちらもいいでさせていただきますね。とか、他には、なぜって。 あさっきのねさっきのあのあコラボを支える回のねコメントで、えー、なぜ、えー、女性は私たちは、えー、これほどまでに叩かれないといけないのかっていうことを言ってるんですけどなぜって元凶の大半は北原緑お前やお前って自分でやってんだろ元凶はっていうことをね言われてます、まあ、ほんとそうだよね自分でそういう環境というかそういう状況を作ってるわけだから <laughs> それに気づいてないのかよっていうようなこちらの意見ですね。はいまあ、ということで今回はですね、2頭さんを支える会。 のえーまあ、保守が、ねえー、炎上してたといいううよなななお話でですすね、まあ、アナザーーーストーリーみたた感じなんですけどただ、やっぱりこの、えー、二刀さんとの関わりっていうのもかなり深いと思うんでね、今回お話しさせていただきました。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。